私人殺しだ。バカ、最後のあれは男の自殺だ。毒草だって気づかなかった連中のポカだ。でも私がみんなに言っていれば。あの連中が食べるのをやめたってか。なわけねえよ。嘘を言うな奴隷って、無知で撃たれておしめえだよ。まあどっちにしろ連中は運がなかったんだよ。そしてお前には運があった。お見事。これからお前は自由さ。自由なんだよ。聞こえた？もしもし。ねえ、教えて。おう、なんだ？どうやったら私は死ねるの？簡単さ。生きればいい。生き物は生きればいつかは死ぬ。そっか、生きなきゃいけないのか、わかるまで。そうさ、生きればそのうち人生は終わる。終われば死ねるのさ。そっか、じゃあそうするしかないのか。そうするか。そうしてもらわねえとよ、こっちも大変なんだ。お前にはやってもらいたいことがある。え、何？こんなところからはおさらばするのさ。お前にトラックの運転を教えてやる。その前に隣のトラックから金目のものを全て移動するのを忘れんなよ。どうせ文句を言うやつは誰もいねえ。それから？それから？決まってんだろ。一緒にどっか行こうぜ。おっと、その前にお前の名前は？先に言うのがマナーだからな。譲ってやる。ない。はい？ない。私にはもう名前がない。じゃあしょうがねえな。なんかつけてやるか。つっても急には難しいな。そのうち思いついたらつけてやる。そんでどうよ。わかった。そうだよな。生まれたばかりの人間には名前をつけねえとな。